おはようございます。ミリオンになります7号店さんやってきてますけれども、今日は12時オープンでかなりのお客様が抽選を前に並ばれております。実はですね、2日間天休日を挟んで今日はリニューアルオープンとなっております。そして間もなく抽選開始なんですが、スロットの台数よりも並ばれているお客様の方が多いのじゃないかと感じるぐらいですね。正確な人数はわからないですが、これはちょっと抽選から一勝負という感じになりそうです。おはようございます。これです。やりましたよ、10番です。はい、タローズスクリーンの審査です。さて本日は東京都板橋区にございますミリオンになります7号店さんにやってまいりました。そして今日は11月27日、実はミリオンになります7号店さんリニューアルオープン初日ということで、お昼12時開店となっております。そんな中で今日は抽選番号こちらでございました、10番です。いやー、もう本当に抽選番号次第では2巡スロットに座れるかどうかと、そういう不安もあったんですが、いやー、大事な日にいい番号が引けてまずはホッとしております。現在4連勝中の街道日記、ここで5連勝を飾れればなと思っております。それでは審査の街道日記第304話よろしくお願いいたします。ポーンと伸びればいいですね。スランプグラフがポンポン、行きましょう。入場です。おはようございます、よろしくお願いいたします。さあやってまいりました、静かな入場ですね。まだ開店の時間ではありません。おはようございます。おはようございます。はあ、ジャグラーがたくさんある。今回のリニューアルオープン、ジャグラーシリーズ55台に増えてます。55台設置中と。さあじゃあ朝一カウボーイビバップでいきましょうか。できます、よろしくお願いします。始まりましたね。入場が終わって、非常に静かなホールの中に数十名、数百名のお客様、謎の生物が進化した、数十名のお客様いらっしゃいましたけど、やはり遊戯が始まると同時に一気にホール内のボルテージも上がってまいります。楽しくなりました。どんな街道人気になるのか、そして街道人気はここで5連勝となるのか、非常に楽しみですね。本当に今日の第304話、500枚を使い切る前に最初のエンジン挑戦となるでしょうか。
してここは突風ボートに突入でした。そうですね、できれば500枚以内にサイトのエンジンを迎えたいなと思ってましたので、これがスパイクラッシュ当選したらまずまずといった感じですね。ミリオンになります。7号店さん、12畳分でのリニューアル、スロットコーナーはですねかなり混雑しています。まあ、もちろんほとんどの遊戯台、いや全ての遊戯台が埋まっている状況ではないでしょうか。いやー、もう開店と同時にこれだけのお客様が遊戯台に座ってらっしゃるという、これだけでもすごい魅力的な空間だと僕は思います。
さあ今日はそんなミリオンになります7号店さんでの第304話街道日記5連勝を目指してカウボーイビバップを選びました。引き続き打っていきたいと思います。戻ります。動くとホールスタッフの皆さんもかなり忙しく走り回っている状況でどん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 時間の経過とともに本呼吸をしている台も多く見られます。そんな中で僕一人だけこう三度呼吸を繰り返すような展開になると悲しいし、三度呼吸を何回呼ぶんだとそう思われるのも嫌だし、早く本場のカラをコインにするぐらいの AT を迎えたいですね。今コンボチャンスなんで51チームを消化してます。このまま打点差しのバラドに行ってほしいですね。先行ステージ1本ならバイクラッシュの大チャンスとなります。ここは期待できるんじゃないでしょうか。さあ打点差しのバラドと突入となるでしょう。いきます。先行ステージ2本です。さあ当たってくれるでしょうか。ステップ3に発展しました。ああステップエクストラ、これで3回目のエンディ当選は間違いありません。最上階までやってきております。ステージからのバトルですから、ここはもう3回目のスパイクラッシュは濃厚です。スパイクラッシュが終わってからのゲーム数は188ゲーム。ここは持ち込みでの当たりとなります。ただ持ち込みも100万円ぐらいですね。そんなに多くはありません。それでは本日で3回目のスパイクラッシュに参ります。それでは本日で3回目のスパイクラッシュとなります。スパイクラッシュ。
当たりのチャンス。つなぎましたよ、4回目のスパイクラッシュ確定です。早かったですね、エンディング終わって9名目の底当たり。こういう当たりがたまに来るのが面白いところですよね、カウボーイズパック。Thank you.
ッシュ突入です。あとは1ラウンドの消化です。上乗せは焦げない。これで3ラウンド目に突入となります。さあ4ラウンド目突入となるか。これで4ラウンド目に突入です。投資分まではあと100枚ちょっとという予測でしたけれども、完全にこれで投資の700枚は上回れます。ドラッツ素晴らしいですね。あー、熱くなってきた。これでドラッツ4ラウンド目を消化になりますね。どこまで続けさせれるか。5ラウンド目に突入です。120ゲーム目の上乗せとなります。5ラウンドで終了です。ただエドラッシュの上乗せゲーム数は120ゲームと大きな上乗せになりました。その前にフェイラッシュでの40ゲーム上乗せもありまして、その前の賞金組ラッシュもありますので、これでファイブラッシュのゲーム数は200ゲームを超えます。そして投資分まではあと100枚を切ってます。これで完全にまくりましたね。さあ今日朝からカウボーイビバップに座ってようやくいい流れがやってきましたね。こっちにエドラッシュの100の手も大きかったですけど、その前にフェイラッシュの上の手もありました。これで投資分以上の獲得は十分見込めます。あとは結果に結びつけるだけなんですが、いやちょっと時間の経過とともにますますこの見るようになります。7号店さん盛り上がってますね。いやかなりこう見せ場のない AT というか、大した獲得枚数にできない AT が続いたので、この移動ができない状況の中焦ってましたけど、なんとかこれで今日の街道日記もいけそうです。もうあとは本当にどうかいい結果になりますようにと、なりますてんさんだけに願っております。それでは引き続きカウボーイビバップ回していきましょうか。ここから
落ち込みが700枚を切ってしまえば当然マイナスになりますが、700枚以上残した状態で次の位置を迎えられればまたそれは楽しい位置になるになりますので、700枚を切らない時点続けていきたいですね。ここからはので426枚のプラスでした。ちょっと序盤はなかなか伸ばせない AT が続いてまずいなと思いましたけど、結果プラスで終われたので街道日記はこれで5連勝ですね。第300話からまだ負けなしで来ています。はい、実戦終了でございます。今日はこちらミリオンになります7号店さんにお邪魔いたしまして、第304話実戦の方を行いましたが、今日は朝からカウボーイビバップに座り一騎手で終わってしまったんですけれども、結局今日は投資の方が700枚、そして最終交換枚数はこちらでございました。1126枚の交換でしたので、今日はプラス426枚という結果で、勝つことができました。ちょっと今日はですね、隣にはこのユーパ君というミリオンさんのイメージキャラクターが一緒にエンディング参加してくださってるんですけれども、こういうエンディングもたまにはいいですね。いやー、それにしても本当に今日は開店の時間からずっとこのミリオンになります7号店さん店内がかなり混雑して非常に盛り上がっていたんですけれども、そんな中で勝利を収めることができて非常に良かったと思います。以上、シーサの街道日記第304話でした。